さん、清水秀子さん、四畳半のセミ。電気を消して布団にくるまり、私は時々死ぬのです。2日も3日も何もせず泣き声一つあげないで、食事もせずに心を置き去り、私はやっぱり死ぬのです。朝から晩まで一人きり、訪ねてくれる人もなく、土に